大野城は福井県大野市にあった日本の城である。明治までは大野藩の藩庁が置かれた。天守は昭和に建てられたもの。2017年、俗日本百名城に選定された。雲海に浮かぶ天空の城、越前大野城1575年、織田信長より越前一向一騎を平定した恩賞として、越前国王の軍のうちの三万国を与えられた。 花森長地下が、その翌年、最初に居城とした犬山城の近くの亀山に、城郭を築き始めたのが、越前大野城の始まりである。築城に数年間を要した。その後、青木和則時代を経て、越前松平家が三代続いた、後天領となり、土石で定着するまで目まぐるしく城主が変わった。城は1775年に消失し、1795年には、 天守を除いて再建されたが、明治維新後に破却されている。2014年に有志によるラピュタの会が結成され、天空の城大野城の知名度工場に勤めている。山頂の石垣及び堀が現存し、山緑部にも内堀及び外堀の一部が残る。建造物としては、不明門が市内中朝新城寺山門としてヤグラ門であった。 ハトモンの門部分が光明寺三門としそれぞれ移築され現存する。また、八代、都市忠の隠居所が柳の社社屋無所として移築現存する。天守は亀山の山頂にある天守ぐに建てられた。本来は、ボールを付きの23階の大天守に22階の小天守、天狗の間と呼ばれた付け櫓が付属された複合連結式の天守であったが、 1795年に消失して以降再建されないままであった。現在山頂に立つ天守は1968年に元氏族の萩原正の寄附金をもとに王子の絵図や創建当時の同時期の他の城の天守をもとに鉄筋コンクリート構造によって推定再建されたものである。しかし、小天守が天狗の間の位置に建てられていることなど史実に 基づいた復元再建ではない。復興天守の内部は金森氏や土井氏など歴代の上主に関する資料を展示した資料館として利用されている。12月から翌年3月までは閉館となっている。ありがとうございます。